じめまして、RI プレゼンツです。今日はこのチャンネルの配信内容を紹介します。メインになる配信は、オリジナル小説の読み聞かせで、自分自身でナレーターをしています。プロのナレーターではないので、お聞き苦しい部分はあるかと思いますが、少しずつスキルアップしていきたいと思います。小説は全3章で構成されていて、震災を機に運命や歴史の闇に翻弄される人々の物語です。日本人とは、アイヌ民族とは、神話との関わりも含めて、今の歴史に疑問を投げかける、そんな内容になっています。次は日本各地を巡って個人的に紹介したいと思った観光地や施設の配信です。主に小説に出てくる場所に関する観光案内ですが、今後は他のおすすめについても編集終了次第配信したいと思います。背景の写真は北海道の襟裳岬です。続いては、旅立つニンジンくんです。息抜きで始めたニンジン育成。かわいい子には旅させようと思い立ち、実際に旅立たせることにしました。どこに旅立ったかは、動画内の写真をヒントに特定してみてください。ただ、育成状況により旅立つニンジンくんは不定期配信になります。そして最後の紹介動画は癒し系です。ただただ風景を見たり波音を聞いたりまったりとした時間を過ごしてください。今後もいろいろ工夫していきますが、ご意見などありましたら、ぜひコメントお願いします。今後とも RI プレゼンツよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると幸いです。それではごきげんよう。